はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は三国志新選の動画撮ろうと思います。ということで、今ね、第11章のメインクエストを進めているところなんですが、君主城をレベル7にするに関しては、やっと素材が集まって、今ね、建築開始したところですね。なので、12時間かかるってことで、11時間55分後、かかりますよということでね、これはね、時間さえ経てば、達成できるかなというところなんですが、君主殿レベル7ができれば、それから、軍営の建築っていうのは、解放されるからできるようになると。まあ、素材が集まり次第、ここもクリアできるかなと。で、レベル3も、やっぱり素材集まり次第建築してクリアできるかなと。で、まあ、徴兵場に関しても、まあ、もう、レベルを上げようと思えば、素材さえあればできるので、この辺はね、もうクリアできそうかなという感じなんですが、となると、レベル5領地を、占領するに関しては、軍営を建ててからの方が確実にできそうなので、これもね、建築が一通り終わればクリアできるでしょうということで、今回のメインクエストでね、謎なのがこれなんですよ。武将を一人覚醒させる。他のゲームだったらね、いろいろ覚醒させてきたことはあるんですが、三国志新選で覚醒ってどうやるのかなっていうのが、今のところ出てきてないと思うので、ちょっとね、調べようと思ったんですが、そこでこのガイドですよ。ゲーム内の知識に関して記録しています。何か疑問があればぜひ聞いてください。知りたい内容のキーワードを、入力欄で検索すれば、まあ、答えてくれますよと。いうことなので、ちょっとね、覚醒で調べてみようと思うんですよね。覚醒意図。はい。これでちょっと聞いてみましょう。はい。武将覚醒。武将がレベル20になり、固有戦法がレベル10になると、武将覚醒を行うことができます。覚醒条件を満たすと、武将詳細画面の、3つ目の戦法欄に覚醒かの文字が出現します。タップすると覚醒画面に入れます。覚醒では同じ星レベルの武将を2人消費します。覚醒後、武将は3つ目の戦法を学習することができますということで、要するにレベル20にして、固有のね、戦法をレベル10まで上げると、まあ、覚醒というのができるようになるということみたいなんですよね。で、レベル20まで上がってるのが、このね、宝徳。あ、なんだこれ。ああ、最初に持ってたやつ、これ装備ができるようになったってことか。つけとく？あ、ついた。あ、これあれなんだ。消費アイテムじゃなくて装備で付け外しは自由にできるんだね。なるほど、なるほど。はい、そして、まあ、ポイントもね、ちょっと割り振ってはおきましょう。で、これか、アクティブスキルを、この一番上のスキルを強化してレベル10まで上げれば、覚醒ができるようになるということですね。ただ、なんか、同じランクの武将を2人消費するって書いてあったので、これむしろあれなのかな？レベル3、あ、レベルっていうか、星3とかの武将を改めてレベル20まで上げちゃった方がいいのかな？寛平くんでやるにしても、あれでしょ？レベル、あ、じゃない、星4武将が2人必要なわけでしょ？あ、でもこっちあれか、奮突レベル7まで上げてるのか。星4もね、今、まだ貴重だからね。あ、そこでこれか、素材って、同じランク使えるのかなこれ。ちょっと、奮突レベル上げてみよっか。まあ、9、10。ここまで上げれば、あ、覚醒化になった。OK。やってみましょう。じゃあ、あ、使えるね。この、なんか配られたモブみたいなやつ。あれ？
ああ、なぜか鍵をかけている。ロックを解除しますか、確認。これで覚醒できるわけだよね。覚醒後に先方さんが解放されますってことで、覚醒してみましょうか。いけ。おう、オッケーオッケー。これで、もう一つ、スキルを覚えさせることができるよと。いうことですね。といっても、まあ、覚えられるスキルがこれしかないんだけど。1ターンの準備期間の後、敵軍2人を計略ダメージ、ダメージ率 77.5 を与える。アクティブ 30%。これ、覚えさせる、覚えさせてみる？他の戦法、まあでもこっちはね、ちょっとまだよくわからないし、武将を消費しちゃうみたいだから、とりあえず、置いとこうかな、っていうか、まあそのままにしておこうかなと思うんだけど、うん、まあ、そうね、どうしようかな。でもせっかく覚醒させたし、技一個覚えさせてみますか。まあなんか失敗だったとしても星4なら、そんなに、ショックでもないでしょう。はい。ということで、寛平くんをね、ちょっと強化してみました。これで、覚醒を初めてできたので、この任務の、武将一人覚醒させるがクリアできていることになるわけだよね。OK。はい。なるほどね。ってことで、ちょっと、謎だった覚醒なんですが、ガイドにね、ちょっと、ガイドを使ってちょっと調べてみて、まあ、無事ね、することができましたね。まあ、後のやつは、まずね、地道に建築をして、戦力を蓄えて、星5の領地を落とすということをすれば、まあ、次の、メインクエストに進めるということでね、まあ、今回は、覚醒してみたよっていう感じの動画ってことで、いいかな。まあ、ちょっと、了承ガチャでも引きますか。えい。お、賃金。了承、星は一人ゲットできましたね。倉庫いっぱい。そしたら、また、ね、星2以下を、ポイントに変換して、連続ガチャ、いけ。今回は、星4はなしか。またポイントに変えちゃいまして、で、連続投与。まあ、これをやってればね、ポイントも結構溜まっていくだろうし、今回は星4どころか星3も1人しかいないと。まあ、ちょっとね、スキルの覚え、スキルを覚えさせたりね、ランク上げたりっていうのがね、どのスキル強いとかがまだ分かってないので、その辺、ちょっと、適当なんですけど、お、で、また賃金。さっきも賃金じゃなかった？あ、どうか足んなくなっちゃった。はい。ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。ほい。よいしょ。